まあ残高がね、少ないので、ここで Amazon ギフトカードをね、現金チャージします。はい、ここですね。今、ギフトカードの残高が4933円。これはね、液晶テレビ買えませんのでね。はい、下のね、Amazon ギフトカードを登録するという、リンクをクリックします。はい、ここにギフトカードを登録しますと、ギフトカード、ギフト券番号を入力してくださいとね、入力してアカウントに登録。はい、いろいろ液晶テレビをね、迷ったんですけど、もうこれにしようかな。ハイセンス43型 4K チューナー内蔵液晶テレビと、これね。値段がね、これ5%下がってますね。5万3000円。まあまあ、いい値段でしょうね。はい。E6K は、こういうことになってんやね。はい、ちなみに、サブウーファーと、デジタルサウンドプロジェクターを持ってます。HDMI が、消費電力もね、30から14ワット、こっちは40ワットでしょう。やっぱりね。もうこれに、決めですね。はい。